体重計がない大昔に象の重さを測ることに成功した話があります。どのような方法でこれを実現したのでしょう。時は2世紀から3世紀、中国は三国志の時代、三国時代でした。魏は曹操、呉は孫権、蜀は劉備をリーダーとして覇権を争っていました。ある日、孫権は曹操にあるプレゼントをします。それが大きな象でした。大きな象を見た曹操は、誰かこの象の重さを測ってみようと命令を出します。しかし、この大きな動物の体重の測り方は誰も分かりませんでした。その時に活躍したのが曹操の子であり、秀才で有名であった曹忠です。さて、彼はどのようにして象の重さを測ったのでしょうか。彼はあるものを使うことによってこれに成功します。それが船と石でした。曹忠は次のように指示をしました。まずは象を船に乗せます。そうすると船が沈みますよね。そうしたら沈んだ水面の部分に印をつけておくのです。こうすると船に印がつきます。この後、象を船から下ろします。その後で今度は石を船の上に乗せて、先ほどの象が乗った時の印と同じ位置になるまで石を増やし続けます。同じ位置になったところで今度は石を下ろして、この石の重さを測れば象の重さとイコールになるはずであると言ったんですね。これは現在の学校の理科の時間で習うアルキメデスの原理を用いて考え出された答えでした。これを考えた曹忠は聡明で優しく、とても温和な性格で曹操に溺愛されました。しかし13歳の若さで亡くなってしまいます。彼にはこの象の重さを測る逸話の他に様々な賢いエピソードが残っています。曹操も一時はこの曹忠を後継者にと考えていたようです。曹操は曹忠の死を嘆くあまり、後継者となり後魏の皇帝にもなる曹丕に対して、これでお前が後継者になれるなと皮肉を言ったと言われています。後曹丕自身も、もし曹忠が生きていたら私はこの中華を支配できなかったであろうと振り返っています。この象の重さを測るエピソードは昔はよく教科書に載っていたそうですが、やがて目新しさが失われていき、徐々に教科書から姿を消していったそうです。家族や親戚の人にこのエピソードを知ってるかどうかを尋ねてみるのも面白いかもしれません。